子供系だからもう実際に上下進める可能性ってめちゃめちゃ低いんですよね。新振り速点が85点なんですね。何が大変かと周りにすごい優秀な人も多いし、あとみんな東大に医学部出るよきっと平均年収は高いので、うん、そうだよ、始まりましたもっちゃチャンネル。さあ今回のカリスさんにおいでいただきました。天井してくる、いやカリスだ。さあカリスさんの研究は AI ですから。そうです、ね、東大、まあ僕で16歳東大の方ね、その後に東大に情報系に進んだんですね。なんでかというとボロ儲けだから。わお、ということでですね、やっぱ情報 AI、 そうですね、もう AI の今もブームで、その大学の入試の情報という科目ができたじゃないですか、はい、だからもう100万人ぐらいもう全員これからもう AI も知って当たり前だよね、そういう時代も来ちゃったということですよね、うん、でも世界の時価総額のランキングとか見ても、うん、そのオイルの会社もサウジアラコムで、それ以外はトップ8全部 AI 関連の企業なので、そのアップル、マイクロソフト、まあ、アマゾン、フェイスブック、うん、テスラ、まあ、その、あ、はい、まあ、その辺全部もう AI 関連なので、だから今時って AI やった方が一番儲かるのは間違いないですね、うん、というのもあって東大の情報系に入るも難易度って医学部に今だともう迫っている感じですね。そうなんですね、医学部レベルに難しくなってきてるっていうことですか。そうですね、だから東大内リーチとかリニとか、まあ、そういうとこ入ってから多分情報系に入ると思うんですけれど、東大で AI をやろうと思ってるんですが、リーチ入ったってな、その実際に情報系進める可能性ってめちゃめちゃ低いんですね。おお、そうなんですね、はい、それぐらい大変。どれぐらい大変なんですか。どれぐらい大変かというと、東大でまあ情報関連って3つありまして、はい、理学部の情報科学科というところと、工学部の係数工学科というところと、工学の電子情報工学科、まあ、こちらは僕が出たところですけれど、はいはいはい、その3つがありまして、うん、上の2つは京大医学部レベルで難しいです。おー、そうなんですね。で僕が出たところはまあ阪大医学部レベルで難しいと思います。おー、そういうレベルなんですね。東大ってそもそもどういう仕組みでここどこに入るのかが決まるかという新振りという進学振り分けというシステムがあるんですね。で東大の学部の2年の1学期まで、まあ、1年半いろいろ授業とか取って、まあ、それでまあ平均点をもとに振り分けられるんですけど、それ上の方から自分が行きたいところに行けるというシステムなんですけれど、これ授業ってなかなか点数取るので難しいんですね。平均として70点しか取れないと。東大には U3 割規定というものがありまして、 U って80点以上のことを U と指していますが、 U じゃないでしょ。そうですね、優れているの U ですね。で全体の3割しか、まあ、80点以上は取れないと。さらにその上には友情というのがあって、その、まあ、僕らの友情、まあ、フレンドシップではなくて、優れているにも上って書いて友情で、それは90点から100点までですけど、それ全体のなんと 5% から 10% しか取れないんです。だからほぼほぼまあ取れないと。あるんですよこれは、はい、慶応にもあって、まあ、僕の時は SFC だけがこういう割合決まってました。なるほど、必ずもうこれだけのって言って、で、まあ、自分が大学でね、エフラン大学で教えたら、もうこの点超えてる人全員これ全員これっつって、もう別に決まってなかったですかね。もう A とかも自動的に、はい、この点超えると全部 A。 だから平均的な東大生も70点ぐらいしか取れないので、だからさ、80点取るのはもうめちゃめちゃ受験勉強レベルで対策して、それエンド繰り返さないと80点とか到底届かないんですよね。友情なんか取ったことないですわ。そうですね、例えば医学部の医学科を理算じゃなくてリーチとかから入ろうとする90点シンフルの底点が必要なんですね。90点もえぐいじゃないですか、平均70点どうやって90取るねんっていうと、だからもうそれもう友情ばっかり取ってるってことじゃないですか。要は宇佐美昴さんなんかね、そうですね、もう半分ぐらい友情で残り半分は友取るぐらいの勢いじゃないと平均90点はまあ取れないわけなんですね。でその次がなんと、まあ、医学部の次に人気な学科が東大全体でこの情報系の学科になってて、理学部の情報科学科と工学部の係数工学科って新振り速点が85点なんですね。だからまあ90点に迫ろうとしていると、うん、こんなのまあその東大の上位1割は余裕で入るぐらいじゃないと取れないので、うん、東大のリーチですらもうめっちゃ大変じゃないですか、まあ、その多分医学部の上位ぐらいレベルあると思う。その中でさらに1位割でもえぐいので、だからこの辺だと全然まあその東大医学部余裕で入れるけれど、自分はまあ AI やりたいからこっち入ったという、まあ、人がまあたくさんいる、そういうレベルになっているんですね。まあ、さらに工学の電子情報工学科も僕が出たところも新売りそこで80点で、まあ、80点でいてもまあ全然まあめちゃめちゃ大変なので、今まあ阪大医学部とかそのレベルにはありますね。いや大変でした。
した？どう？いや僕の頃はちょっと73点ぐらいしかなかったので、はい、なるほど、上がってってるわけですね。まあもちろん平均は70とかなんで平均よりは上なんですけれど、まあそこそこ頑張れば普通に入れるっていうレベルだったんですね。でも今だともうずっと勉強してないともう無理でしょうね、これは。そうですね、まあ、だって当時はで日本語も大変だったわけですから、すごいですよそれでも取ったっていうのも。ちなみにまあこの3つでまあどう違うのかということを説明します。理学の情報科学科ってまあ理学部でついているので、はい、こっちだと結構数学を重視しているんですよ、はいはいはい、結構 AI とかそういうものの理論的にまあ良くなるにはどうすればいいのか、そういうことを考えたりするところはまあ理学の情報科学科の方で、まあ、より工学マインドなんか作ろうというところがまあ係数工学科と電子情報工学科で、うんうん、係数工学科は数学プラス物理プラス情報という3本立てでやっている感じですね、はいはい、それに対してまあ電子情報工学科の方はまあソフトウェアプラスハードウェアということで、うんうん、電子と情報なので情報はまあソフトですけれど、電子は要は半導体とか、まあ、そういうハードウェアの方をまあどうするのか、そういうことをやっているので、だから情報1本で本当にやってるとかなくて、情報かける何かで基本、まあ、どこもやってるんで、ね、だからまあ自分が何が好きかという、僕はそんなに数学が好きじゃなかったので、電子情報にしたという感じですね。そうだったんですね。はい、やっぱおすすめですか。そうですね、まあ、シンフリそこで一番低いの。そうね、シンフリ一番低いから。はい、あと、これ結局は、学部の時に何学ぶのかが違うだけであって、はい、学部4年で研究室に配属されるんで、その後は特に授業ほぼ取らないし、はい、何も関係はないので、院でもまあ情報理工学研究科ということで、うん、まあ、一括りになってしまうので、まあ、結局その辺買い値はないので、どこで入ってもいいかなって思いますね。はい、だからお得というのでいいんじゃないですか。これ大学院で修士博士とやっていって、はい、どうでした？大変でした？でもまあそう、やっぱりすごい大変です。何が大変かと、周りにすごい優秀な人も多いし、はいはい、あとみんなハードワーカーが多いんですね、はいはい、でも頑張るの当たり前なところで、特に AI の分野ですと、もう昨日の最先端は今日の時代遅れなので、もうずっとな頑張ってきて、例えば自分はこの研究をやるというのはずっとな数ヶ月やってきました。でもなんかもう明日にはもう誰かしら同じことをやって、それもおじゃんになる可能性がめちゃめちゃ高いということです。ああ、なるほど。そういうプレッシャーとかもあってな、とにかく早く早くしないといけないという、まあ、感じなので、だからやはり大変です。そこで勝ち抜いてったわけじゃないですか。まあある種勝ち抜いたって言えるかもしれないですね。僕の研究業績は、まあその東大の、まあAI 分野の中では多分上1割には余裕で入ると思うので、うん、まあ、論文十数本ぐらい出しましたし、すごいですね。もう論文引用数も332回とかでしたね。はあ、今日見たら、はい、すごい。大体東大で AI 出ても、まあ、僕の年齢だと大体みんな50回とか、うん、多くても100回とかの、ね、めちゃめちゃ高い方ですね。超天才ですよ、もう。そうですね、東大情報系って東大の医学部出るよりきっと平均年収は高いので、だそういうのもあって、まあ、こんだけも医学部に肉薄する、まあ、そういうシンフリの底点になっているんですね。特に AI 分野ですと、も新卒でも1000万もらうのは、まあ、その修士卒とかであっても当たり前ですし、はい、全然まあ修士卒とかで2000万円ぐらいまあオファーもらった子とかも僕の周りにいたりしたので、まあ、そういう例がもう当たり前のバブルなので、やはりすごいまあ儲かってますね。さらにここ結構経営者とかも多いんですね、はい、日本で一番起業してるとこどこかというと、東大情報系なのは間違いないので、はい、東大の中でもそういう AI 関連のそういうスタートアップとか創業者のすごい支援とかしてくれたりするので、まあうちの会社だってまあその東大発のベンチャーですし、こういう IT 企業の役員とかも多いので、まあやはり平均年収すごい高いし、あとまあお医者さんと違っても血とか見なくていいし、まあそういう人を相手にするので結構ストレスとか抱えたりするじゃないですか。そういうところはなくて、自分の好きな時間にまあ働けずリモートワークとか自由なので、そういうところは魅力ではあるので、やはりもうみんなすごい行きたがっていますね。多分この勢いが続くのであれば、数年後には本当に東大医学部よりも上級が上になっている、いると思うんですね。それぐらい人気であると。そうですね。いや、初めて聞くことだったんで、それはそれはいい情報だったんじゃないでしょうか。そうですね、特に今のキッズとかだと、もう YouTuber 儲かる、 YouTuber すごいってまあ思うと思うんですけど、うん、それやるんだったらまた AI やった方が絶対まあいいって進めてあげたいですね。そうですね、はい、そうです。まあ、僕らだってね、 Google の AI に踊らされてやってるわけですからねまあそうですね、なんか結構アルゴリズムがうんたらかんたらとか、あいつらももう儲かるためにガン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 アルゴリズム変えてくるので AI のこれダメだこいつそうですね、いろんな対策打ってみたい。
たいになってね、サブチャンネルで BGM だけでまずこうやって流してみて、はい、AI に引っかからないかなと思って、はい、あ、引っかからない、 OK だって歌を歌ったらダメです、はい、どういうアルゴリズムなんだ、まあまあ、それみたいな、音だけだったら大丈夫だけど、ね、歌入れちゃったらアウトなのか、まあ謎なんですよ、ね、めちゃめちゃ音痴に歌ったら大丈夫ですってなるのかなとかすごい思いましたけどね。あと、まあ AI で何がいいかというと、オールマイティなところがいいんですね、はい、AI って結局何かというと、まあ、ビッグデータ、たくさんある大量にあるデータの中から価値のあるものを引っ張り出す、それが AI なので、はいはい、そこに入力と処理と出力があればそれは全て AI なので、だから何にでも当てはまるので何にでも適用することができるので、うん、だから AI でこんなに世の中どこにでも使われているわけなんですよね。本当によく分かってます、 Google も。本当こうやってやったら見られるとか、うん、こうやってやったら儲かるっていうのは本当分かってやってるな、うん、YouTube。 結局、まあ、今時だと AI で何ができるのっていう話じゃない、 AI で何ができないのってことを、まあ、今議論してるっていう感じなので、じゃあもういずれカリスさんがね、もう Google の AI もいじって僕のチャンネルがみんなに表示されるようにGoogle に転職するんですか。乗っ取るぐらいにそうですいただければいいんじゃないかなと思う。いや、まあ、これはねきっと目指す人も出てくるんじゃないかな、ね、はい、みんな、まあ、東大情報系入ってボロ儲けしようね。そんじゃ先にボロ儲けして待ってます。はい、ですね、僕はもう犬になってアメリカに行きます。はい、それで僕のチャンネルは、まあ、なんと、はい、カリス東大 AI 博士でやっていて、まさに AI に関する情報いろいろと発信してるので、 AI どうやって勉強してすればいいのみたいな、そういうのを、まあ、AI 分野のトップ研究者とか呼んで語ったりしてるので、うん、ぜひ見てみてね、はい、まあ、こっちにあるよ、バイバーイ。